谢谢。私はチャイニーズです。世界のどこに行っても、どこで生活しても私はチャイニーズです、だから今年の中国の出来事全てに私は心を痛めてます。中国の未来がどこにあるのかとても心配しています。私は自由でいたい、そして全ての人たちも自由であるべきだと思っています。それが脅かされているのがとても悲しいです。でもこの悲しくて辛い気持ち、いつか晴れる、誰も人分かり合えるその日が来ることを信じて私は歌っていきます。それでは最後、新曲悲しい自由を聴いてください。